いよいよ D4 フェス in USA 本番だな。日本のユニットを招いての勝負。まだ私の心に火は灯っていない。我々はアメリカではすでにトップに上り詰めてしまった。だから、外の国から次に乗り越えるべき障害を呼び寄せた。それに日本は奴の故郷。何かしら私的な感情も入っているのだろう。三橋翔の意図はそんなところか。しかしあのレベルでは障害にならない。平坦な道のりと何も変わりはしない。はあ、相変わらず退屈だ。ん？ハッピーアラウンドインニューヨーク。さあ一緒に。さすがニューヨークの子、発音いいね。ねえ真帆ちゃん。ちょっとリング何やってるの。何って真帆ちゃん、今更だよ。ハッピーアラウンドに決まってるよ。それは知ってるって。なんで急にやるんだって言ってるんだよ。だってさ真帆ちゃん、この子が私たちのこと知ってて声かけてくれたんだよ。ニューヨークで私たちのファンだって言ってくれること会えたんだよ。こんなの奇跡だよ。もう嬉しくって自然にハッピーアラウンド。リンクさん、街の皆さんがこっちを見てますよ。うん、ってことはこれはみんなで盛り上がるしかないよね。何言ってるの。ニューヨークだよ。ストリートミュージシャンいっぱいだよ。だったらやるしかないよね。何をやるの、全然わかんない。もしかして今からライブをするつもりでは。めいちゃん正解。リンク本気。何の機材も持ってきてないけど。そんなのスマホでいいよ。 Hey everyone, listen my music。ちょっと勝手に始めないでくれる。即興でライブを始めた。しかも音源はスマートフォン。何を考えているんだ。ひどいクオリティだ。まず音が悪すぎるし、歌も踊りもバラバラ。聞いてられない。もうやるならちゃんとやりなさいよ。振り合わせるわよ。ほんと、リンクはしょうがないな。ポータブルスピーカー持ってるから、せめてこれ使おう。私一応、タブレットでキーボードのアプリ使います。ありがとう、ムニちゃん、マホちゃん、レイちゃん。じゃあ、改めて、私たちは、ハッピーアラウンドです。ニューヨークのみんな、一緒に踊ろう。人が集まってきたな。だが相変わらずクオリティは。楽しいね。もうリンクが一番楽しんでるじゃない。ハッピーアラウンド、くだらない。なぜこんなユニットは D4 フェスに。機械に苦しむ。テクニックは二流で、パフォーマンスも勘に頼って粘度が低い。私の障害にはなり得ない。周りの連中も訳も分からず騒いでいるだけ。こんな音楽は私には不要だ。いや、私は。そんなわけが。待って、なぜ私は足を止めた。近くまみえるハッピーアラウンドを見かけたから。しかしなぜ私はとどまっている。見かけただけならすぐに立ち去ることもできたはずだ。興味を持ったからか。
が10秒以上見続けるなんて世界記録なのです。世界一の歌姫になる。これが私の脳内に鳴り響き続ける至上命題。裏返せば今はまだ世界一の歌姫ではないということ。なんだか人が増えてきちゃったな。リンクさんの動きに合わせて観客の皆さんが踊ってます。言葉ではなく心が通じているのでしょうか。くー、みんな何言ってるかわからないけど楽しいね。楽しいか。体調は万全だ。世界一の歌姫になるために私には足りないもの、それが何なのか今回のイベントでわかるのだろうか。僕の配信は宇宙一面白いよ。よかったらチャンネル登録よろしくね。